Hi, we're Abingdon Boys School. Hope you like our new single, We're. 2012年8月7日、いよいよ我々、Abingdon Boys School の楽曲を世界で同時に聴いていただけることになりました。ということで、全世界配信スタートです。この度のシングル、Abingdon Boys School の We're なんですけれども、約3年ぶりのシングルということで、僕ら的にも、なんかもう一度新たなスタートをね、迎えた、そんな気持ちで、シングルをリリースしています。今回の、ニューシングルの We Are もう本当にタイトル通りなんですけれども、僕らもねやっぱり、ちょっと3年のインターバルがありましたけれども、その間にもまあみんな別に活動がね止まってるわけじゃなかったんで、もう一回こう自分たちもどういうふうな音楽を届けていこうかみたいなことを、4人で、しっかりと、前に向かって話をしていく中で、なんか自然とこういうタイトルが出てきたりとか、あとはやっぱり、今回こうやって全世界でもね、聴いていただけるようになったということで、本当に、この4人だけじゃなくて世界中のみんなが本当にアビングドンボイスクールの、音楽を支えてくれたり、そういうのをこう作ってくれている一員なんだということをですね、本当そのまま曲で表現したくてタイトル、We Are というタイトルにしました。どうですかね、再始動。まあ、再始動っていう感じでも、気持ち的にはね。でもまあ確かにインターバルは空いてますけど。リリースとしてはね、そうですね。そうね。すごい久しぶりの再会ってこともないですしね。ちょこちょこあってるしね。そうそうそう。だからただでも4人だった時は結構グッときましたよね。そうね。久々にね。なんか曲作ったりとか、そういうこう何気ないことがすごくやっぱバンドなんだなってすごい感じたし、だからだからそういう意味ではやっぱりもう一回こうそういう意味でも自分たちらしい音楽みたいなものをね、届けていきたいなっていう気持ちがすごく新たになったし、その中で自然になんか曲が生まれてきた感じだったので、タイトルも含め音もそうですけど、すごくアビングドンボイススクールらしいものになっていると思います。今回、まあ、ミュージックビデオ、まあ、そのね今回がインターバルも空けて、こう自分たち的にもねすごくもう一回こう地に足つけて、バンドとして音を届けていきたいって気持ちもあったので、今回クリップはシンプルに4人でね、でしかもライブシーンで構成されてるっていうことなので、なんかそういう意味では何だろう、すごいこう本当にこうシンプルに、なんか我々が演奏したりとか音楽を届けてるそのなんていうかな気持ちとか、そういうこうマインドみたいなものもですね、映像なんかでも届けられたらなと思ってるし、あとはその We Are っていうタイトルがやっぱり物語ってるように、自分たちのそのすごくこう内側にあるすごくこう熱いメッセージだったりと気持ちみたいなものをそのままなんか表現できたらなっていうふうに、ジャケット周りも思ってます。はい、なんかどっちかというと我々のプライドみたいな、そういうなんかアビングドンボイススクールのなんかプライドみたいなものを表現できればなというふうに思ってます。あら、海外の予定はもう我々的にはねいつでも行きたいんですけど、我々的には本当にねもう3年ぐらい前になりますか、3年前ですね。ヨーロッパツアーの思い出がもう未だには忘れられないのでですね、本当にああいう形でのツアーをですね、まあ、ヨーロッパのみならず、まあアメリカもそうですし、南米だったりとかアジアもね、本当に伺いたいなと思っていますし、まあとりあえず国内では、この夏、まあ、イベントに2つぐらい出演させてもらうんですけれども、ここからそうですね畳みかけるように音源なんかも作りつつ、ぜひともねまた海外とかまた、ワールドツアーなんかできたらいいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひみんなで来てほしいなって思う国の方はですね、ぜひともメッセージをたくさん送っていただいたりとかするとね、実現が近づくんではないかなと思うので、よろしくお願いします。日本プロジェクトをご覧の皆さん、こんにちは。
ハビングのボーイスクールです。ボーカルの石川です。ギターの砂尾です。ギターの柴崎です。キーボード&プログラミングの岸です。はい、この度なんと8月7日にですね、全世界、同時配信ということで、ハビングのボーイスクールの音源をですね、一斉にですね、世界にもね、聴いていただけるようになりました。ということで、これを機会にまたね、世界のみんなとたくさんつながれるといいなと思ってますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。